こんにちは、シルーです。トモローグ久しぶり。今日は結構遡ったお話をしますね。僕の仮名はサトルにします。あれは僕が小学校の頃の本当に昔々のお話でして。小学校5年生、掃除時間。ゆりか、お前なんだその髪型触覚みたいだな。あれか、仮面ライダーなのか。 はぁ、あ、なんで、サトルにそんなこと言われなきゃならないのよ。口開けば文句ばっかりで大嫌い。これはね、今流行ってる髪型なの。へぇー、生えだな、ハえ、もう、うるさいえっと、僕、ゆり子が好きでした。ああの、あれですよ。好きな子にちょっかい出しちゃう、典型的なパターンですよね。小学生男子ってのは、難しい生き物なんですよ。 仕方ないよね。ある意味分かりやすいでしょおい、ゆりこ、何あのさ、俺、話したいことあって、何どうしたの真面目な顔しちゃって、珍しい。あの、俺さ、色々あってさ、明日さ、修行式にさ、うん、修行式にいや。 いや、何でもない。お前何そのニキビ。鼻の下にニキビできてんぞ。でも鼻クソみたいじゃん。お前、恥ずかしいな。ちょっと。気にしてるんだから言わないでよ。うわ、鼻クソが喋った。もう、大きい声で言わないでよ。信じられない。ほんとデリカシーなさすぎ。実は俺、転校することが決まってて、終業式が最後の日だったんですけど、 ゆり子にだけは伝えようって思って毎日来てたのに、なんか結局、鼻の下のニキビについて、あもうなんでしょうね、俺。素直になるの難しかったんすよ。結局、誰にも僕が転校することを言わず、僕は転校をしました。そして、小学6年生。僕は新しい学校に通っていて、 キンコンカンコンはいじゃあみんな今日も気をつけて帰るように買い食いはしたらダメだぞとぼ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 僕は転校先の学校にあまり馴染めなくってこの日一人で下校していたんですで、ね、気がついたら僕は歩きに歩いて転校前に通っていた小学校の前に 中入ってみよっかな。校舎に入ると、何人かがちらほらまだ遊んでいます。あ、ゆりこだ。あ、今日委員会だったのかなどうしよう、隠れなきゃ。ええ、サトル何してんのあ、はあ、見つかっちゃった。ああ、暇だったから。てかさ、なんであんた何も言わずに転校したの いやなんか、俺も急だってさ。親が急に転校だってなんかあれじゃんみんなに行ってもさ、しょうがないじゃん。したくなくてもしなきゃなんないわけだしさ。うーん。まあ、元気そうだからいいけど。あ、うん、楽しいよ。今の学校も元気だし。ねえ、サトル、また遊びに来るでしょ私、アキコちゃんと約束あるからもう行かなくっちゃ。うん。 サトルと言い合ってないと、私も調子出ないからさ、また来るでしょうーん、うん。てか、なんだよそれ。仕方ねえな。ユリコ寂しそうだから、また遊びに来てやるよ。約束だよ。登り棒とか一緒にしようね。うん。絶対だよ。うん。うんって言ってるだろ、しつけえな。 そして僕は二度とその学校に行きませんでした。だって行ったら悲しくなるから。今の学校よりまたゆり子と前の学校で過ごしたいって思うに決まってるから。あれは初恋になるのかな初恋ってなんでこんなに甘酸っぱいんでしょうね。